皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はおなじみアンさんの天使たちからのメッセージです。2021年7月24日のメッセージ。親愛なる皆さん、私たちはあなた方をとても愛しています。私たちの言葉を読んだ後、数分時間をとってみてください。これからの人生をどのようなものにしたいと思っていますか？あなたは誰になりたいですか？何を手に入れたいですか？どうやって毎日を過ごしたいですか？それはどのようなものでしょうか？これらの質問を数分間考えてみてください。皆さんの中には、自分が何を望んでいるかを具体的に分かっている人もいます。その詳細を知っている人もいれば、経験したい感情だけを知っている人もいるでしょう。どちらでも構いません。皆さんはそれぞれ自分の夢に対する思い入れの度合いが異なるでしょうが、それでいいと思います。自分の心を見つめれば、自分が何を望んでいるのかがわかるはずです。幸せになりたいと思っている。安心したいと思っている。特定の物事や状況を望んでいる。あなたは特定の方法で感じ、行動したいと思っている。優雅な日々を送りたいと思っている。など、時間をかけて、もし良ければあなたが欲しい物事、条件、状況のリストを思いつく限り作ってみてください。リストは一般的なものでも、具体的なものでも良いでしょう。リストを確認するときに、それぞれの願望があなたを刺激し、それについて考えるときにあなたの気分が良くなることを確かめてください。否定的な表現は避けるようにしましょう。例えば、借金をなくしたい、と書いたとしても、それは借金に焦点を当てたものであり、ほとんどの人にとっては波動を下げるものです。一方、豊かな人生を送りたい、というのはどうでしょう。どちらの考え、どちらの発言が、あなたをより良い気分にさせ、より生き生きとさせ、よりインスピレーションを与えるでしょうか。では、これはどうでしょうか。一人でいたくない。と、私は手と手袋のようにフィットし、優しさと喜びを持ってお互いの拡大と成長を助け合う喜びに満ちたパートナーシップを求めています。どちらの考えが良いと感じますか？どちらの考えがより愛に近いと感じますか？リストを見ながら、それぞれの文章を自分に向かって読んでみましょう。目を閉じて息をしながら自分に言い聞かせてみてください。自分がどう感じているかを正直に感じましょう。あなたが、楽しいパートナーシップを築きたい、と言った時、あなたのバイブレーションには、そんなこと無理だろう、という悲しい、または皮肉な感覚がありますか？もしそうなら、あなたがその感触に触発されるまで意図を修正します。もしあなたが、パートナーシップについてもっと希望を感じるようにするつもりです。素晴らしい人間関係の事例を見ていくつもりです。と最初に自分に言い聞かせなくてはいけなくなっても、そのような考えの方が、今のところ困難さを感じないので、よりインスピレーションを得られるかもしれません。意図を修正したり拡大したりすることはいつでもできますが、高い波動の感情を刺激する意図を見つけるか、高い波動の感情を見つける他の方法を見つける必要があります。なぜなら、いつでも、いつまでも、あなたが引き寄せたり許したりするものを決めるのはあなたの波動だからです。あなたはこのことを本当に知っているのです。あなたが良いと感じているとき、あなたが高い波動にいるとき、素晴らしいものがあなたの人生に容易に流れ込むように見えることを知っています。逆に気分が悪かったり、つまずいて低いバイブレーションに陥ると、あなたの人生に流れ込みたいと思っている良いものの邪魔になります。私たちは自分の感情を避けろと言っているわけではありません。時には自分自身を十分に愛し、ネガティブな感情を克服してから自分の波動を高めなければなりません。時にはネガティブな感情を克服するために、自分自身を愛する必要があります。
時には誰かに八つ当たりして、それがうまくいかないことを知って、自分の内なる力を取り戻すことも必要です。それでも大丈夫です。これらのことは人間の経験の一部であり、そこから学ぶのです。ただし、自分が生きたい人生の意図をデザインするときには、自分が気持ちよく過ごせるようにしてください。そうでなければ、意図をもう少し信じられるような気持ちのいいものにするのが賢明です。そうすれば希望が持てるようになって、少しずつ願望を膨らませていくことができます。天使たちはあなたが望むあらゆる良いものを手に入れてほしいと願っています。私たちは完璧な恵みの中で、あなたが望むすべての物事の本質にあなたを導く方法を知っています。時にはあなたが望む、形、は得られないかもしれません。なぜならあなたは自分が思っているものとは違うものを欲しがることがあるからです。あなたが本当に望むもののバイブレーションとは一致しない仕事や家を望むこともあるでしょう。このような場合、私たちはあなたの波動が完全に一致するように導きます。あなたが高い波動の中にいるとき、あなたはガイダンスを知覚することができます。低い波動の時は同じような状態の世界の人とマッチングします。波動が合わない時は、状況が変化して別の場所に導かれます。あなたのバイブレーションだけで、すべての望みを可能にしたり、妨げたりすることができるのです。願望のリストを作り、それぞれについて心から良いと感じられるかどうかを確認してください。もしそうでなければ、少しやめてみて少しずつ作成していきましょう。そうすることで、あなたの成功したミニマニフェストが神が気にかけてくれていることや、天にいる私たちがあなたを夢への道に導くために、あらゆる方法で常に働きかけていることを証明するでしょう。神のご加護を、私たちはあなたをとても愛しています。天使たちより、いかがでしょうか。神社でお願い事をするときに、知らず知らずのうちに波動を下げるお願いをしている人も少なくないのではないでしょうか。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。